あら、見て、スイッチが入りました。彼らが見えますか？いきなり入ったな。いきなり始まりました。すみません。神様ですよ。ああ、神様か。ってなんじゃそれ。聞いてみましょう。神様。こりゃどうも。誰じゃお前。失礼ですよ。でもあなたのこと教えてくださる？あ、選べるのか。お、いきなり始まっちゃいました。こんにちは、こんばんは、マリカです。今回は新しい実況をやっていきたいと思います。テラウェイという、紙の世界のアクションアドベンチャーゲームをやっていきたいと思います。で、もともとはこれ PS ビータで、発売されてたらしいんですけれども、プレイステーション4でも遊べるようになりました。ね、ほんと初見なのでどういうゲームかっていうのは分かんないんですけど、なんか説明っていうか概要欄的なものを読んだら、なんかプレイヤーが神様っていう設定なんですね。で、それでその女の子のキャラクターアトイっているんですけど、そのキャラクターをそのお手紙を届けるためにプレイヤーが導いてあげるとなんかそれ簡単に言えばそんなゲームなんですけど、ちょっとやってみて、やっていくと多分あ、そういうことかってなると思うんで、ちょっとやっていきたいと思います。これどっちだ、女の子。お、これは気に入った。よし、ではそろそろ始めるとするかの。では始まりはどうします？このお話箱を見てみましょう。お話箱。あ、こんなのはどうです？ダメじゃ。ダメじゃ。ああ、何なんじゃこりゃ。ここには何もないでしょう。なんじゃと？みんなが求めるものはここにはないようです。確かにの。スイッチはどこじゃ？お前さん、そこのお前さんじゃ。あなたの助けが必要なのです。わしらに教えてくれ。この世界にあなたの光を。わあ、すごい震えてる。今こそ2つの世界をつなげる時です。わわ、手紙じゃ。これは私たちの世界からの招待状。手紙飛んできた。おお、とっとと、ついに本当の物語が始まります。わあ、全部紙だ、すごい。主人公が必要ですね。そうじゃの。こういうこと？あ、こういうこと。コントローラーを動かすのか。マジか。よいしょ。これでいい？はい。手紙は旅人となるのです。おお、体になった、すごい。手紙が頭か。おお、すごいすごいすごい。ああ、この子の名前はアトイ。特別なメッセージを託されています。すごい、かわいい。あなたの光を当てて。他にも当ててみてはどうかの。おお、すごいすごい。今の見たか。光を当てると、お、すごい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 。お、
もう一度光。おお、いいぞ。どんどん命が宿ってゆくの。あなたに気づいたようです。きっとあなたについていくことでしょう。光を使って道を示すのじゃ。おお、すごい、ついてきてる。行ってしまったの。少しついていこう。どうしたらいいんだい。わわわ。お、これは大事そうじゃ。リスさん。リスの話をよく聞け。リスさんだ。彼らは真実を語ることでしょう。うん、びっくりした。こんにちは神様。僕はガイドを務めるリスだよ。新しいものが出てくるときは僕が登場して説明するよ。困ったときは、画面の右下にいるから、方向キーの下を押してリスペディア開いてね。説明が長いってしょうがないな。それじゃあ導く光を手紙さんの顔に当ててみて。わあ、すんごいコントローラー触れてる。わあわあ、すごいな。お、めっちゃ当ててるよ。めっちゃ当ててる。お、喜んでる。絆が生まれたようです。見ろ、上だよ。神様の世界へとつながっているようじゃ。お、そこなんだね。あそこが手紙を届けるところです。神様が助けてくれるじゃろう。おお、手紙と絆が生まれたね。これできっと手紙も君についていくよ。さあ L ボタンで手紙を動かしてみよう。おお、あ、動いた。動かせる。あ、どんぐり、キノコめっちゃ動い。コントローラーこれ回すとキノコがすごい動くな。おお、すごいすごい。うわー、リス。ジャンプボタンとかは基本的にないんですよね。ただこう、このアトイを動かすだけっていう、それとコントローラーのこの光だけなんですよね。お、花咲いた。すごい。おっと、操作が慣れてない。じゃあ行こう。どっちだ？こっちか。うへ、なんかいる、なんかいる、なんかいる。なんだ。なにこれ、木が動いてる。え、なに、あ、中に誰かいるのか。びっくりした。木動いてるかと思ってびっくりするよ。お、わあ、橋だ。橋ができたよ。なんか他にいないかな。こっち行ってないよね。お、花が咲いてる。すごいすごい。特に何もないか。お、誰かいる。めっちゃ覗いてる。よいしょ。お、このへんてこな生き物言われてるけど。ここは何だろう。ん、どういうこと。矢印があるな。特に何もない。一応ちょっとジャンプする。これなんかありそうだな。なんだろうこれ。ちょっと待って。
できないか。なんかありそうな感じ。よいしょ。あ、穴が開いたことを怖いって思ったんだね、このお月様の穴。この人たち、そういうこと？あー、神様が怒ってると思ってんだ、穴開けちゃって。そういうこと？いたか。おー、びっくりした。なんてことじゃ。びっくりしたよ。驚いてどうするのです。でも物語に悪役は欲しいですね。カラスじゃダメかの。あんなに恐ろしいんじゃぞ。ダメですよ、そんなの。悪役いいよ。新しいものでないと。神様の世界の恐ろしい存在。そう。そう、こんなものとか。次から次へとやってきますよ。これでずっと面白くなりそうです。わー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 。奴らは何と呼ばれる生き物じゃ。スクラッピーですよ。スクラッピー。恐ろしい。だー、すーごいな。わー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 。コントローラーがすごい震えてる。わー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 。新聞紙にされてるよ。面白い光景じゃの。まあ、なんだなんだ。助けを求めているようですよ。もうおしまいだ。恐ろしい奴らが空から落ちてきて何もかも壊していく。お前さんはあの悪い妖精たちの仲間か、それともいい妖精か。なんとかしてくれ、こんなの耐えられん。わ、逃げちゃった。しまった。お、導く光の力でスクラッピーたちを引きつけて引っ張ることができるよ。ここにいるスクラッピーで試して。ずっと、あ、これ、お、こっちへ来るんだ。こっちこっちこっち、そう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 、オッケーオッケー、こっちか、ここか。わー、あー、すごい。お、戻った。だ、まだいるな、あそこ。ちょっと待って、ちょっと待って。よいしょ、おお、そこに入ってくるのか。やった。あいつら光を見て、いつに逃げ込んだぞ。逃げたんだね。あとはどこ？あ、いる？そこ。いるね。こいつらはどうしたらいいんだ？あー、危ない。危ない。これは危ない。あー、だだだだ。わお。おかげで石が倒れた。君はわしらの先祖の使いに違いない。先祖？どういうこと？先祖だって。あ、いるいるいる、そこ。あ、それ助けるんだね、人たちを。よいしょ。おお、すごいすごい。あ、仕掛けを使うんだ。すごい、光を当てて仕掛けを使って倒していくって感じですかね。今の太陽の光、君がやったのかい？とにかく助かった、ありがとう。そういうことか。分かってきた。あとは？あ、そこ？これ？違う？あれ？これ？そういうことか。おお、戻していくのか。オッケー。光がうねうねしたやつを追い払った。
二人ともお見事です。スクラッピーを追い払いましたね。お、逃げてった。これだけで済めば良いのですが、どうでしょう。待て、これはフラグだ、フラグ。さて、これで舞台も整い、選んだ役者もさらった、うん、お前さんの役目は後いを導き、あの子を手伝うことじゃ。ほうほう。さあ、空の穴へと向かえ。幸運。わしのセリフじゃ。幸運を。仲いいのか悪いのか分かんないな、二人。なんかサーカス団的な感じなのか。あ、めっちゃ踊ってる。よかったね。すげえ、あがめてる。あがめてる。すげえ楽しそうだな。お、髪の中だ。入れるんだ、中に。すごい。よし、じゃあ次行きましょうか。リスさんがいる。あ、そうそう、これ。ペーパークラフトを印刷すれば、紙の世界をお前さんの世界につなげられるぞ。やってみるんじゃ。そう、自分でも作れるんですよね、ペーパークラフト。写真も撮れるし。これを見ろ。アトイの冒険を記した日記じゃ。旅を続けるだけでなく、戻ることもできるんじゃ。ここに情報や思い出がいろいろ詰まっとる。どうじゃ。戻ることもできるってことは、戻らなあかんのか。あかん。次はどうする。お日さんに向かって、あ、そういうこと。はい、向かいます。話す。すごいな、怪物たちが逃げてったぞ。お前さんなら、剥がれたお日さんを直せるかもしれない。お日さんって言うんだね。穴の向こうを見たか。なんか面白そうだぞ。せっかくのワクワクをあいつらに邪魔されてたまるか。めっちゃ怒ってるな。いるんだよな。あ、違うな、これスクラッピーかと思った。拾う。高い高いして。おお、すごい。なんだこれは、どういうこと。投げる。よいしょ。んー、なんかありそうな感じだな、これ。なんだこれは。なんかピラ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 なってる。お、なんだ。そこの赤いプレゼントを見て、あとその横の青いプレゼントも。あれは僕たちガイドリスが紙のかけらをしまってる箱なんだ。赤いプレゼントは、あ、タッチパッドボタンを押したら開く。タッチパッド。これ？離す。もうめちゃくちゃだよ。でも手紙さんが何とかしてくれるんだよね。神様に手伝ってもらってさ、おかげでリング投げができるようになったしね。前は仮面たちに独り占めされてたからね。仮面。もし僕たちホリネズミをすべてリングに通せたら、このプレゼントをあげる。ああ、そういうこと。これはちょっと運ゲーではないですか。よいしょ。開ける。プレゼント回収。マジか。いや、自分飛ばないよ。自分は飛びませんよ。あ、おお。全然遠いな。頑張れ神様。あれ難しくない？どうしたらいいの？どうしよう、これ。よいしょ。よし。これでいいの？違うよね。
あ、すべてのリンクがそうあるのか、他にも。どこだ、じゃあ。あ、あったあったあった。あ、そこにもプレゼントがある。え、これどうするの？これは、ちょっと待って。ん？あ、そこか。よいしょ。そっちにあるのか。投げる。入らない。あー。そういうこと？もう真正面じゃないと入らんか。見えない。お、入ったか？入った入った。おお、入った入った。あとは、あ、向こうか。はい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 。よいしょ。これは？わ。よーし、入った。オッケーオッケー。やったね。やったね。わーお。お、トロフィー獲得。よいしょ。じゃあ、赤いプレゼント、わーお。赤いプレゼントを開けたい。わーお、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 ちょっと待って。これ、これは、わあ、やめて、やめて。ちょっと待って、よいしょ、オッケー。プレゼント開始、オッケー。で、これはここでいいのかな。よいしょ。おお、回収回収。あ、キラキラ回収していくと。なんかいいのかな。あ、ごめんごめんごめん、投げちゃった。よしよし、オッケーオッケーオッケー。でぴょんと飛んで、お、誰かいるぞ。特に何もない。あー、怖い。なんだ、空を見てみろ。あんなひでえことになっちまって、誰が直すんだ。お、チェックポイント。話しかけられないか。よいしょ。お、話す。怪物たちが荒らし回る前に、この綺麗なのびのびの村を守っておくれ。のびのびの村、ここ、のびのびの村なんだね。よいしょ、落ちた。マップないんで、どこをどう行ってるのかよくわからない。こっちでいいのかな、道しるべ。いけない、ちょっと待って。そこにもある。こっちか。あ、手紙さん元気。あ、これは別にピクニックじゃないし、浮かれたりなんてしてないよ。クラッピーをなんとかしなきゃね。でもリンゴがないとやる気が出なくて。一つでいいから持ってきてくれる？リンゴ、リンゴどこだ。なんかどこで落ちてた気がする。うわー、びっくりするぞ。そこ行きたい。よいしょ。オッケーオッケーオッケー。リスさん、どっかに落ちてねえかな、リンゴ。あー、そこにもあるな、箱。なんか結構広いな、マップ。わーお、わーお。ん？あら、シアターにいらっしゃるの？あなた、運動得意な方を？ここをジャンプしていったら近道ですのよ、ほほ。近道、シアター、リンゴどこですか？よいしょ。わあ、やめて、飛ばないで。飛ばない、飛ばない。
手紙さん、そのできればなんだけど、僕の家の青い大きなボール持ってってくれないかな。僕にはちょっと大きくて。ボール持ってったけど、どうしたらいいんだ。プレゼント開けた。ボールはどうしたらいいんだ、これは。あ、投げちゃった。投げちゃった、どっかに。お、そっち行っちゃった。話す。リス王が冠をなくしたと思って、冠がないと撃ができないんじゃない。うわー、今頃小道具係が大慌てだろうね。冠やばい、探すのが多くなってる。なんだっけ、リンゴ持ってきてって言ってたよね。リンゴどこ。戻れない。そういえばこれ使ってない。光光を使ってなかった。ボール、あ、そこはめるのかい、ボールを。あ、あったあった、よいしょ。投げる。あれ、ちょっと待って、投げる。ああ悔しい。よし、 OK。 で、あー、4つ、あと2つか。ボール、おおお、紙のかけらと交換したデコレーションは手紙さんのカスタマイズに使えるよ。おお、そうなんだ。手始めに手紙さんに口を作ってみようか。R2 で、あ、そういうこと？そういうこと？ね、いろんな口ある。なんかかわいいのにしたい。かわいい口めっちゃ笑ってる。どうしよう、かわいいのがいいな。普通にこれ、猫ちゃんみたいな口。R2 で、 R2 で手に入れる。はい、よし。あ、鼻も変えられる。目、あ、目もいろんなのあるじゃん。そうなんだ。鼻、これは、あ、作った形か。色、コスチューム、お、海賊あるんだけど、すごい。よし、オッケー。猫ちゃん口にしよう。こりゃ驚いた。お日さんから見える顔も不思議だけど、一瞬で変わるなんて君も面白いんだな。デコレーションは動かしたり外したり、手紙さんのいろんなパーツを変えられるよ。 R3 ボタンを押せばいつでも。ああ、そうなんだね。コンパニオンアプリがあると便利。デコレーションモードでいつでも。着せ替えか。すごいね。いつでも変えられるっていうところがいい。
プレイステーションアプリを使えばこの世界にもう一つの窓ができます。冒険を助けてもらったり写真などを共有することができるでしょう。よいしょ、 OK。 遊んでるよいしょ、とりあえずこれ進んじゃっていいのかなすんごい進んでるけど大丈夫か、進んでもいいものなのか。わ、またなんかあるな。ちょっと待って、キラキラ撮りたい。めっちゃ見てるめっちゃ見てたな。お、なんだこれは。ん、なにこれ。あ、これ何、望遠鏡みたいな感じ、双眼鏡的な。おーおいおい、なんだここは。ん、わお、なんだ。お、話せる人がいる。劇が失敗したら緑地に見捨てられてしまう。大きなリンゴも腐って朽ち果ててしまうわ。あ、ここ劇場なの、そういうこと。なんか後ろが変な音がすると。一体何が起こってるんだ。これは非常事態だ。のびとみプラにとっては儀式はとっても大事なものなんだよ。収穫の成功は劇にかかってるからね。おう、誰かいる。えらいこっちゃ。裏舞台がめちゃくちゃだ。あ、舞台裏がめちゃくちゃだ。スポットライトも壊れちゃったし。あ、お、スポットライトありますよ。スポットライトありますよ。わ、びっくりした。君、舞台ライトを持ってるの？頼むよ、スポットライトを当てて。舞台挨拶を任されてるんだ。OK ですよ。いいよ。ちょっとちょっとこて。OK。はい、皆様ようこそいらっしゃいました。今宵は私たち仮面劇団が収穫の物語を演じます。もちろんアドリス王も登場いたします。あれ、王冠なかったって言ってなかったっけ。我らの緑 G が演劇を楽しんで今年も恵みを与えてくださりますように。緑 G って誰だ。えへん、それでは儀式を開始いたします。ありがとう、本当に助かった。なんだかそのスポットライト、太陽の光みたいに暖かいね。これで劇が続けられそう。それじゃあ僕についてきて舞台裏を案内するよ。 OK。 ディスの王冠がないって言ってたんだよね確か。ついてきた。 OK。 よいしょ。あれ、リンゴ落ちてる。助けて助けて、って箱の中だよ。スクラッピーに閉じ込められたんだ。蓋に重いものが乗ってて開けられない。お願い、どけてほしいの。リンゴをぶつけてみて。リンゴ OK。 ほっ、お、リスさん、グスン、スクラッピーに冠を取られちゃったんだ。うわぁ、こういう時に神様が助けてくれるといいんだけどな。いやぁ、これは絵心がないと絵心がないと。王冠、冠でしょ。絵心が、絵心が試される。ほんと、R2 を長押しで引き、 R2、 R2、
だ間違えた、なんで。王冠を書いて、あーそういうこと、光で色を、宝石、赤、絵心。よし。難しい、絵心が難しい。よし、オッケー。おしまい。オッケー。これはちょっと恥ずかしいな。絵心がないと下手くそだな。タッチパッドがすごい難しい。書くのが難しいよこれ。絵心の問題やな、あれ。絵心の問題や。よいしょ。椅子が出たり縮んだりしてる。椅子が出たり縮んだりしてる。ちょっと待って、ちょっと待って。操作が、お、オッケーオッケー。おお、新武士になってる。私の美しいステージが台無しだ。床も壁も全部灰色になった。ありきたりなポエムに変わってしまった。これでは劇は失敗だ。あら、あらららら、閉じ込められちゃった。おお、そうそうそう。おお、すごいすごいすごい。まだあるか。お、なった。オッケー。君には植物が芽吹くような力を感じるよ。きっと緑地の力が宿ってるんだね。これでなんとか劇もできそうだ。緑地って誰なんだ？さっきから。本当にありがとう。せっかくだから作ってくれた冠を。かぶった写真を撮ってくれよ。ほらカメラを受け取って。お、カメラ、紙のカメラ。シャッターがないぞ。おお、すごい、本当のカメラみたい。コントローラーを動かすとピントが合う。おお、そういうこと。おお、すごいすごいすごい。よし、オッケー。すごいな、これ本当のカメラっぽい。なんか VR やってる感じ。画面上で。オッケー。わーい、ありがとう。お礼にそのカメラをあげるよ。やった、もらった。すごいカメラなんだ。自分の写真だって撮れるんだよ。試してみる？本当？撮れるの？おお、すごいすごいすごい。ポーズ、ポーズ。あ、これいい。これ、これいいな。ちょっと待って、こっち向いて。オッケー。じゃ、リス。リスさん、ちょっと待って。嘘、不意打ち。釣りたがりだな。大事に使ってね。それじゃあ気をつけて。ノーコメントか。本当に。あ、それで終わりなの？いいの？それで終わりで。そういう物語な。あ、これ緑 G だ。アトイ、よく来たの。それにお前さんも。まだいるの。あ、声の主この人だったんだ。しちゃる。さて、緑地だったんだ。手紙を送り届ける賢者が、うん、空に見える穴はそのままじゃとかなり遠い。この先の地が力になってくれる。じゃがまずは彼らを助けよ。スクラッピーを退治するのじゃ。
わあ、また大事か。音楽を奏でよ。この森には盛大な祭りが必要じゃ。忘れられないようなものにせんとな。さあ行くんじゃ。お祭りという名の退治ですか。マジか。よし、じゃあ今回は霧のいいところでここまでにしたいと思います。結構楽しいなこのゲーム。かわいい、かわいいし楽しいし、すごいなんかゲームの要素がすごい新鮮なんだよな。キャラクター、このキャラクターを操作するのもそうなんですけど、自分が神様になって導くっていう、よいしょっていう新しい要素と、タッチパッドで絵を描く、自分の絵を描いてそれがゲームの中に登場するっていう要素、すごい新しい要素で楽しかったです。では今回はここまでにしたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。また次回見てください。バイバーイ。